骨をこうしっかり寄せて、まあ、こう動きが良くなって、まあ、目の緊張を取るような体操をやっていきます。手をまず前にずっと伸ばして、肩、肘、手首がずっと前に伸びるようにこう力を入れていきます。伸びた力を緩まないようにずっと上の方に上げていってください。どんどん上に、これ肋骨を前の肋骨をギューッと上に引き上げるようなイメージで上げていきます。目線は少し上目の方を向きながら、軽く肘を曲げて後ろに後ろに手を下ろしていきます。ゆっくりですよ。肘を曲げながら、手の力ではなくて肋骨をギューッと上げて肩甲骨を寄せるようなところに力をイメージしてください。で、肩甲骨が寄るように、で前の肋骨は上がって開くように、手はあくまでも誘導のために使ってますので、メインの肋骨と肩甲骨に力が集まるようにやっていきます。ゆっくりゆっくりゆっくりであればあるほど効果が高いですから、もっと後ろに、もっと後ろに、無理がない範囲で後ろに後ろ、肩甲骨がどん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 寄っていくようなイメージで。限界まで行って、これ以上いかないようになったら力を抜いて